ヴィッセル神戸の武藤義典選手、酒井豪徳選手、楽天ソシオビジネスの藤井美穂選手などが使用したアイテムを楽天ラクマで出品いたします。その売上金で新しいスポーツアイテムに変え、スポーツ女性団体へ寄付をいたします。パラスポーツに取り組まれる中で環境がまだ整っていないなと感じる面もあるんでしょうか。そうですね、私もやっぱ障害があるので、まずその中でも障害があるっていう中でもまたお仕事をしていくのもまた大変なんですけど、その中でまたアスリートになってしまうので、アスリートで障害者雇用している会社っていうのはまだまだ日本では少ないっていう現状があるっていうのと、あと自転車競技を私はやってるんですけど、なかなか自転車競技って皆さんどんなことをやってるっていうのがあんまイメージ湧かないかなと思うんですけど、そうですね、まだまだメジャーじゃないっていうので、練習する場所もなかなか確保できなかったり、ウェイト場とかも例えば、まあ、障害者なのですぐにはその日からトレーニングを申し込んでも一緒にできなかったりとか、いろいろあるので、そういういろんな場面でもっとスムーズに練習できたり、なんかこう挑戦したいって思った時にできる環境があったらいいなっていつも思ってます。子どもの頃どんな子どもだったのか。はい、私もいや物は壊さない、いや物も壊したこともありますけど、でも外で中で遊ぶゲームとかするっていうよりは、私も外でもう木に登ったりとかするような活発な女の子でした。練習時に着用されていましたアスリートシャツを提供いただきましたけれども、東京パラリンピックに向けてどのような練習をされていたか教えていただけますか。はい、東京パラリンピックに向けてはもちろんここにある二子玉川のトレーニングジム、楽天フィットネスジムっていうのがあるんですけども、その中でウェイトトレーニングをしたり、自転車以外にも使えるんですけど、まあ、固定のワットバイクという、まあ、踏んでるパワーが見れる、パワーと回転数、あと何だろう、走ってる距離時間とか全て心拍とかも見れるようなマシンがあるんですけども、そういう、 もうとすごい漕ぐトレーニングをしたり、あとは外に行って、ロードのトレーニング、車の横を普通に走ったりとかする行動トレーニングなんかも行います。この時に一緒に、特にウエイトトレーニングの時に一緒に着てたユニフォームになります。藤井選手に質問です。将来プロサッカー選手になりたいのですが、心を強く、そしていつもプラス思考でいられる方法などはありますか。はい、プラス思考でいられる方法ということですけれども、藤井選手いかがでしょうか。はい、私の場合ですけど、まあ、まず誰か同じ仲間、サッカーとかだとまあチームがあると思うんですけど、私の場合は自転車なので結構一人での競技が多いんですけど、一人でレースの時一人だから一人で練習頑張ればいいじゃんって思うんですけど、やっぱり練習って試合の日ってその日だけとか1週間とかだけだと思うんですけど、やっぱそこまでに行くまでの間ってもう1年とか何年もかかるんで、その例えばパラリンピックとかあと4年頑張らなきゃいけない、3年ぐらい練習期間だとやらなきゃいけないってなると、一人で やってるとやっぱりどんどん心がしんどくなってくるので、誰かそのパラリンピックに一緒に向かっていく仲間だったり、支えてくれる人と一緒にこう練習をするっていうことで、やっぱり心はとても軽くなる。あとは自分が今いるポジションちょっと難しいかもしれないけど、自分がいる立ち位置とか、そうチームメンバーの中でもサッカーとかでも自分が蹴りに行くとか、多分いろいろ守るとかいろいろあると思うんですけど、その仲間の中でもやっぱり自分がいる、やっぱり悲しいこと言ってくる人、意地悪な人もいっぱいいるけど、そういう時は私はいつも一番なこと言われると、そんなその人大丈夫かなって気持ちになる、なんでそんなこと言うのってムカつくってなるかもしれないけど、そんなことじゃなくて、その人の例えばお家で何かお母さんに怒られたのかなとか、なんかそうなんか嫌なことあったのかなって考えるように自然になってきてます。パラサイクリングっていうのはまだまだ認知度が低い、自転車競技としてもまだまだ日本では認知度が低いとは思うんですけども、もっともっと見てもらえるように、自
たいと思いますので、私以外にももうタンデム視覚障害で目の見えない方だったり、トライシクル脳性麻痺の人だったり、車椅子でも乗ることができたりとか、いろんな障害の人ができるっていうのがパラサイクリングの魅力かなって思っているので、ぜひぜひもう皆さんと一緒に隣で走ることもできるので、ぜひ自転車にも興味持ってもらえたら嬉しいなって思います。今日はありがとうございました。